こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日は最近あったフォトショップのアップデートについてシェアしていこうと思います。最近フォトショップがアップデートしてフォトショップ 24.5 になりました。で、その内容もフォトショップでプリセットをかけて写真の雰囲気を変えるようにできたり、写真の中のいらないものを簡単に綺麗に消せるようになったり、新しくコンテキストタスクバーというのができたり、あとはグラデーションツールで細かい調整ができるようになったりと、もう盛りだくさんです。で、今回はそのアップデート内容を一つずつ見ていくので、ぜひアップデートして使ってみてください。で、あと今後フォトショップに追加される AI を使った機能、ジェネレーティブ塗りつぶしが一足早くベータ版で使えるようになっています。こちらは別の動画で詳しく解説しているので、まだ見てないという人はぜひそちらもチェックしてみてください。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。フォトショップを基礎から学べる本の独学フォトショップも出しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ではフォトショップでやっていこうと思います。一つ目の色調補正プリセットが追加を見ていきます。これはワンクリックでライトルームのように写真にプリセットをかけて雰囲気を変えることができます。で、色調補正プリセットはまず色調補正を出していきたいので、上のウィンドウから色調補正をクリックします。そうするとこのように表示されます。そしてそれぞれのフォルダーに分かれているので、ポートレートだったらこちらをクリックすればポートレート用のプリセット、そして下に行くと風景、写真の修復、クリエイティブ、白黒、そして映画館のようなというプリセットがあります。では一つかけていこうと思います。ではポートレートからこちらのムーディーをかけていきます。ではこちらをクリックします。で、そうするとライトルームと違ってこのようにトーンカーブだったりレンズフィルターの調整レイヤーを使ったプリセットをかけることができます。で、今はムーディーのプリセットをかけてこの2つの調整レイヤーを使ったのですが、他の例えば風景の中のカラーポップにした場合、このように自然なサイドの調整レイヤーを使います。なのでこれはプリセットによって何が表示されるか変わってきます。で、これのいいところはこのように調整レイヤーがそれぞれ分かれているので、例えばトーンカーブでもう少し調整をしたいという時はトーンカーブのレイヤーの左側のアイコンをダブルクリックします。そうするとプリセットで使ったトーンカーブが表示されるので、ここを元に自分で好きなようにこんな感じで調整することができます。で、あとはレイヤーがこのように分かれているので、例えばトーンカーブがちょっと濃すぎるかなと思ったらトーンカーブのレイヤーをクリックして不透明度を少し下げると、トーンカーブの不透明度を下げて先ほどよりもトーンカーブの半円を薄くすることができます。で、ちなみにこの色調補正のプリセットをよく使うという場合はこちらのプロパティの上をクリックしてドラッグして、このレイヤーのところの左側に持ってきて青い線が出てきたら離します。そうするとここに入れとくことができるので、いつでもここをクリックすればいつでもここで色調補正のプリセットをかけることができるので、わざわざ何度もウィンドウから選ぶ必要はありません。では一旦ビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。まあ、このようにプリセットによって結果が変わってくるのですが、ちょっと雰囲気を変えたいという場合はこのプリセットは使うといいかなと思います。2つ目の削除ツールの追加について見ていきます。削除ツールは新しくツールバーに追加されたツールで、なぞるだけでいらないものを消すことができます。で、注意したいのがこちらのレイヤーがスマートオブジェクトになっている場合は、削除ツールを使おうとしてもこのようにバッテンマークが出てくるので使うことはできません。なのでこういう場合は一旦このレイヤーをラスタライズする必要があります。ではスマートオブジェクトのレイヤーをラスタライズするために、こちらのレイヤーをクリックして右クリックします。そしてその中にあるレイヤーをラスタライズをクリックします。そうするとここに先ほどあったスマートオブジェクトマークがなくなるので、これでラスタライズして削除ツールを使うことができるようになります。では削除ツールを使っていこうと思います。で、使い方は簡単で、消したいものをこのようにクリックしてドラッグしていきます。そうするとこのように紫に表示されるので、これで全部紫で塗ることができたら離します。
そうするとこのように進行状況が出てきます。まあ、少し時間はかかるのですが、消すことができます。はい、ではこのように消すことができました。ではこちらのコップも同じようにやっていこうと思います。はい、ではこちらの左側のコップも消すことができました。では下のちょっとトリッキーなタオルのところと重なっているようなところもきれいに消せるか見ていこうと思います。でこの削除ツールを使うときになるべくはみ出ないように塗るときれいに仕上がるので少しズームするためにコントロールプラスを押してズームしていきます。そしてスペースキーを押しながらクリックしてドラッグしてズームしたまま動かしていきます。そしてブラシがちょっと大きいかなというときは大括弧でこのように小さくすることもできます。ではここでフォークとナイフを塗っていこうと思います。ではこんな感じで塗れたので離します。そうするとこのようにきれいに消すことができました。では少しズームアウトするためにコントロール0を押します。そうするとこのように引きで見ることができます。ではビフォーアフターも見ていこうと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。まあ、コップのところは結構簡単なので、まあ、綺麗に消せるかなと思ったのですが、このフォークとナイフはちょうどタオルとも被るところがあるので、どうかなと思ったのですが、結構綺麗に消すことができました。で、このように物は簡単に消せるかなと思うのですが、今度はこのように集合写真などの周りの人など綺麗に消せるかやっていこうと思います。ではこちらも同じで削除ツールをクリックして、そしてちょっとブラシを小さくしていって、そしてなるべく小さく囲むように塗っていきます。そして離します。そうすると真ん中の3人の左の女の人と少し被るところもあったのですが、綺麗に消すことができました。で、ここのちょうど段差のところまで綺麗に直すことができています。では他のところも同じようにクリックしてドラッグして塗っていきます。はい、ではこんな感じで後ろに映っていた人全員を消すことができました。ではビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。今までだと、まあ、コンテンツに応じた塗りつぶしだったりスポット修復ブラシツールでやるとこのような段差などはちょっとずれたりすることもありましたが、この削除ツールではずれたりすることなく綺麗に消すことができます。まあ、今までのツールだったりよりはちょっと時間がかかるのですが、このように綺麗に仕上げることができるので、まあ、この1枚に写ったいらないものなどを消したいという時はかなり使えるツールだなと思います。では3つ目のコンテキストタスクバーの追加について見ていきます。コンテキストタスクバーは写真の下にこのように表示されていて、選択しているレイヤーで使いそうなものを写真や文字の近くに置いてくれて、そこから選ぶことができます。で、この中身は今何をしているかによって違ってきます。例えば何もしていない状態の写真にはコンテキストタスクバーの中身は左から被写体を選択できる被写体を選択、そして背景を消してくれる背景を削除、そして今は押せないのですが、選択範囲を作った後に選択範囲を反転できる選択範囲を反転、そして一番最初にもやった色調補正のプリセット、で、あとは点点点のこのコンテキストタスクバーの表示だったり非表示、あとはプロパティなどを開くことができます。で、これを一旦被写体を選択をクリックすると、このようにコンテキストタスクバーの場所も動くのですが、中身もこのように変わったのがわかると思います。選択範囲を変えられるもの、あとは選択範囲を反転できるもの、あとは選択範囲をこのように大きさを変えられるもの、そしてレイヤーマスク、そして色調補正のプリセット、そして塗りつぶし、あとは選択範囲を解除もすることができます。このように今何を選んでいるか、そして何をしているかによってコンテキストタスクバーは変わってきます。で、今は写真でやったのですが、文字の場合も一緒です。では一旦この写真の上に文字を入れていこうと思います。では横書き文字ツールをクリックして、写真上をクリックして文字を入れていきます。そしてちょっと大きくするためにコマンド T を押して文字を大きくしていきます。そうすると先ほどにはなかった文字に関してできることがこのようにコンテキストタスクバーで表示されます。こちらはフォントを簡単に変えられるもの、そしてこちらは文字の大きさを変えられるもの、
そしてあとは色をカラーピッカーで変えられるものというふうに、文字の場合もコンテキストタスクバーの内容が変わります。まあ、これは文字の場合は上にあったものがこのように近くに表示されるので結構押しやすいかなと思います。そして写真の場合は、まあ、ショートカット代わりになるものもあるので、これからショートカットを覚える必要がなくなるかなとも思います。まあ、ですが逆にショートカットをよく使っている人にとっては、このコンテキストタスクバーは毎回写真の近くだったり写真の上に表示されるので、まあ、少し邪魔になるかなとも思います。でそういう時は点点点をクリックすればバーを非表示が出てくるので、こちらをクリックすればコンテキストタスクバーを見えなくすることができます。コンテキストタスクバーを消してしまったけどもう一度表示させたいという時は、ウィンドウからコンテキストタスクバーをクリックすればこのように表示されます。であとはバーの位置をリセットすることができたり、そしてバーの位置をピン止めしてここに置いておくというふうにすることもできます。このようにピン止めしておけば、例えば写真をズームしたとしても必ず下に表示されるというふうになります。であとはこのコンテキストタスクバーをコロコロいろんな場所に置きたいという時は、一旦バーの位置をピン止めのチェックマークを外すためにこちらをクリックします。そして左側の白い線をクリックしてドラッグすればこのように好きなところに動かすことができます。なので、まあ、自分に合うようにコンテキストタスクバーを動かすといいかなと思います。では4つ目のグラデーションの進化を見ていきます。グラデーションツールで色の細かい修正ができるようになりました。今まではツールバーにあるグラデーションツールをクリックして上のグラデーションで色を選んでから、そしてそのままクリックしてドラッグすればグラデーションが完成していたのですが、今回からは実際にグラデーションを見ながら色を変えることができるようになりました。では一旦クリックしてドラッグしてグラデーションを作っていきます。そうするとこのようにグラデーションを作ることができました。で離したとしてもこの線はそのまま残ります。でこの線を動かしてこのグラデーションの色を実際見ながら変えることができます。例えばこの青い範囲を増やしたいという時は、左下の丸をクリックしてドラッグすればこのように青い範囲を増やすことができます。で逆にピンクの範囲を増やしたい時はピンクの方の丸をクリックしてドラッグすればピンクの範囲を増やすことができます。で真ん中のひし形ではこのように微妙な調整をすることができます。まあ、今まではグラデーションの線を引いてからしかどんなグラデーションになるかわからなかったのですが、今回からはこのようにグラデーションも作って、そしてさらにここの線上で色味を変えることができるようになったので、これは結構便利だなと思います。はい、今回は Photoshop のアップデート、まあ、Photoshop 24.5 についてシェアしてきました。まあ、一番大きな変化といえば、まあ、いらないものをきれいに消せるようになったというところかなと思います。まあ、Photoshop ではいろんな消し方があるので、まあ、別の動画でまたいろんな消し方をやって結果を一緒に見ていこうと思います。で今までのアップデートの内容については再生リストにまとめているので、アップデート内容がわからないという人はぜひそちらもチェックしてみてください。 Photoshop のアップデートすごいじゃんと思った人はいいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。